ポール・ローマはアメリカ合衆国の元プロレスラー。ニューヨーク州県ジントン出身のイタリア系アメリカ人。1980年代の WWF を共にサーキットしたダイナマイトキットのファイトスタイルに強い影響を受けており、キット同様に体格面では恵まれていないもののスピーディーでキレのいいハイスパートレスリングを心情に WWF や WCW で活躍した。 地元ニューヨークの WWF で1984年にデビュー。t b テーピングのジョガーを務めながら修行を重ね、1987年にジムパワーズとのタッグチーム、ヤングスタリオンズで売り出される。WWF 生え抜きのベビーフェイスの若手コンビとして、ドリームチームやデモリッションなどの競合チームと対戦して、飛躍のきっかけをつかんだ。 1990年、ドクター・オブ・スタイル・スリックをマネージャーに迎えて、ヒールに転向、大型パワーファイターのハーキュリーズとの新チーム、パワーグローリーを結成する。体型やキャラクターが類似した、選手同士で構成されることの多いタッグチームにおいて、筋骨隆々のコア表を男ハーキュリーズと小柄で、俊敏なハンサムガイのローマという、サイズもルックスもファイトスタイルも、 対照的なコンビとして活躍。それぞれの持ち味を生かしたバランスのいい、コンビネーションプレイのもと、ハートファウンデーション、リージョン・オブ・ドゥーム、ザ・ロッカーズなどのチームと構想を展開した。1991年6月には、当時の WWF の日本での提携先だった SWS に初来日している。WWF 離脱後、1992年に、 プロボクサーに転身するが3試合で廃業し、1993年より WCW と契約。ダスティ・ローデスのブッキングにより、ベビーフェイスとして再結成されたフォー・ホースメンの一員となる。同年8月18日、アーン・アンダーソンと組んで、スタニング・スティーブ・オースチンロード・スティーブン・リーガルを破り、WCW 世界択王者となった。 1994年からは、プリティ・ポール・ローマを名乗って、再び、ヒールターンを行い、WWF 時代の大先輩ミスター・ワンダフル、ポール・オー・オン・ド・オフとのタッグチーム、プリティ・ワンダフルで活動。7月17日に、カクタス・ジャックケビン・サリバン、10月23日に、マーカス・バグウェルザ・パトリオットを破り、WCW 世界タッグ王座を、 通算3回にわたって獲得した。しかし、1995年2月19日の PPV スパーブロール V におけるアレックスライト戦での試合態度が原因で WCW を解雇される。以降はフリーランサーとしてインディー団体を転戦。オットー・アンツが主催するドイツのクアにも遠征してデーブ・フィンレイと世界ミドル級王座を争った。 1997年12月30日、弟子のアレックス・ローマットのタッグで WWF のハウスショーに出場したが、再契約することはなく、1998年の引退後は、コネチカット州ブリッジボートに居住して、事務運営に携わっている。2006年には、コネチカットのインディ団体 CCW のコミッショナーに任命され、オーンドオフとのプリティワンダフルも、 再結成させた。ありがとうございます。